どうも、のうちんでーす。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はお金稼ぎ動画の完全版をやりたいと思います。以前動画でお金稼ぎの動画を出したんですけども、少し不備があるんですよね。なので今回は完全版ということで投稿します。それでは行きましょう。まず、お金稼ぎをする場所ですけども、ここ。バーチャルトレーナー。ですね。バーチャルトレーナーでお金稼ぎをした方が、一番効率がいいかと思います。そして、注意点がもう一つありまして、難易度は創生のセーフティーでやるようにしてください。創生じゃなかったり、難易度がハードだったりすると、このお金稼ぎはできませんので注意してください。必ず創生のセーフティーでやるようにしてください。そして変更してほしいところがあります。それがシステムのオプションですね。ゲームプレイの、ここ、オートバトルの確認。ここをしないにしてください。そしてその下、オートバトルの形式。ここをスキルオートですね。そして下から2番目、スキル演出の速さ、オートバトル時。ここをスキップですね。この3つを変更するようにしてください。そして、パーティーですけども、敵を1ターンで倒すっていうのが重要になります。私のパーティーはこんな感じです。義経、ルシファー、天の雑魚、主人公となっております。重要なのは天の雑魚ですね。しかし、天の雑魚はステータスをいじらなくて OK です。そのまんまの状態で全然大丈夫です。ただし、スキルを、浜、雷、衝撃、氷。この4つの属性で攻撃できるようにしておいてください。確実に敵の弱点をつけますので、自分のターンが無駄になりません。なので、天の雑魚はこんな感じにしてくださいね。で、あとの義経、ルシファー。これは物理特化、万能特化という感じで、力999に上げております。で、主人公は、まあ、攻撃もできるし、サポートもできるという感じにしてます。まあ、重要なのは攻撃スキルが一つ入ってるということ。まあ、万能の村雲。これが無難ではないでしょうか。はい。まあ、下準備はこんな感じですね。では、早速戦っていきましょう。戦う場所ですけども、以前の動画では、ここ、始皇帝がいいと言いましたけども、ここがいいです。混沌軍。ですね。混沌軍との戦いの、チャレンジモード。ここで戦うようにしましょう。次のページに行かなくていいので、まあ、それもいいところでありますし、お金もこっちの方がたくさんもらえます。では、行きます。始皇帝と同じく、4回戦います。で、戦闘ですけども、基本的に三角ボタンを押して、オートバトル。で、OK です。まあ、義経はクリティカルが確実に出ますし、天の雑魚は弱点を、ついてくれます。なので、スキルターンアイコンが全然無駄にならずに、確実に敵を撃破してくれるので、サクッと終わります。まあ、全ての敵がそうですね。結構敵の HP は高めなんですけども、まあステータスを999にした状態で、この編成だったらば間違いなく一旦撃破が可能です。はい。で、次ラストですね。アリオク、まあ、雑魚敵を出してきます。で、スキルオートで天の雑魚まで攻撃をさせます。ルシファー、次天の雑魚で、ここでスキルオートを、スキルオートじゃない、オートバトルを、キャンセルします。で、主人公の時に幸運を使います。で、幸運によって魔化が大幅に上昇します。もらえるやつがね。で、これを使った後にさらにスキルオートじゃない、オートバトルで倒します。確実に一ターンで倒すことができますね。そして倒しましたらば、お金が240万です。
はい、これ確実に240万もらえますので、ものすごく美味しいです。はい、それでは戻ってきました。このバトル経験値も美味しいので、育てたいキャラクターを入れておくとさらに美味しくなると思います。はい、それでは今回のおさらいをしていきます。まず、難易度ですけども、創生のセーフキー、これでやるようにしてください。それ以外ではこの方法は使うことができません。創生のセーフティーですね。で、戦う場所はバーチャルトレーナー、いや、ここの連続戦闘の混沌軍との戦い、ここのチャレンジモードですね。ここで戦ってください。で、下準備としまして、システムのオプションですね、ゲームプレイのここオートバトルの確認をしない、そしてオートバトルの形式をスキルオートで、下から2番目、スキル演出の速さ、オートバトル時をスキップ、この3つを変更します。で、パーティー編成ですけども、個人的にはこれがベストかなと思います。義経、ルシファー、天の雑魚、主人公ですね。義経とルシファー、そして主人公は、ステータスを上げておりますけども、天の雑魚は上げなくて OK です。ただし、浜、雷、衝撃波、衝撃、氷ですね、この4つの属性で攻撃できるようにしておいてください。はい、これで完璧だと思います。おそらく40分、50分かな、それぐらいすると、1億マックスまで貯まりますので、かなり育成がはかどります。ぜひやってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。